あなたが3段の方対戦チャンネル登録よろしくお願いします。さあトマホーク、トマホーク振り飛車戦法じゃなかったですっけ、トマホークって。しかもなんか穴熊に対してすごいトマホークな戦法ですよね確か。船が来い、やめてください。脱ぐぞ脱ぐぞ脱ぐぞ、一回受ける。もういつでもいつでも飛車先突かれる、この怖さ。いつでも飛車先突かれる、怖すぎ。これパンツ脱げたんじゃない、パンツを脱ぐ。すぐに桂馬回収されるけど、あれ違うのか、これは取ろうか。なんすかそれ。2分30秒、そんな手あるんすか。おお、で飛車浮いてみましょう。飛車浮き、飛車に当たっていく。この辺行ってみようか、この辺行ってみよう。これ取って桂馬打つとかでどう、細い攻めですけどね。無視されていく、無視しちゃうんだね。これ取るしかないか、さすがに、さすがに取るしかないか。これはもう弾くしかないですよね。あんまりやりたくないですけどね、弾くしかない。で歩をつきましょう。さあ角どこに行く、そこに行くんか。桂馬なりでどうなんですかね、そこのところ。まあこれは取るしかないですよね。強者で取るしかない。1分30秒。角で取る、角で取る、角で取る、桂馬打たれる。角で取ったら強者走られる。なるほど。うわあ難しい。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て、これ取るわ。桂馬打ち、桂馬打ちには歩を打つ。飛車で取るんか。飛車で取るんか、歩打ってみようか。これ多分桂馬なってくる。角で取っといて、とりあえず桂馬打ちができたんで、桂馬打ちができましたと。これ詰めろなんですよ。さあどうする、避けると、避けると、避けるよ。取って、あ馬なれるわ、角なれる、それはやばくない。いやまだ大丈夫か、まだ生きてるな、ギリギリ生きてるぞ、ギリギリ生きている。怖いけどな。うわこれ積み、あこれ取れるわ、ラッキー。これ王手かからないですね、王手かからないんで、相手受けるしかなくって、受けがないんじゃないかなと思ってるんですけど、受けがありましたね受けあったな。一回は桂馬取る、桂馬じゃない飛車取るんですけど、飛車取って30秒、こっから飛車打って勝ちか。
これ勝ちか。おっしゃノーパンツノーライフですね。ありがとうございました。あなたが参加です。2段の方対戦チャンネル登録よろしくお願いします。さあ超急戦中飛車、あー来ましたね。中で来る、あよくわからん。これはちょっと中飛車の左側のパンツですね。左側で行きましょう。とりあえず脱ぐことから、脱ぐことから始めたい。あ、なんかやだなその感じ。あーやめて風交換されたらパンツ脱げないんでやめてください。マジでやめてほしい。銀上がって、まだ大丈夫、いけるいける。アナグマ脱げるぞこれ。角は出ます。うん、でパンツを脱ぎましょう。パンツを脱ぐ、よし。でこれ桂馬飛びないですか。あ、ないわ桂馬飛びなかった。歩でも突くか。2分30秒。なんか角をちょっといじめに行ってみよう。よいしょ。桂馬ぴょん。これどうやって受けるんですかね。あーうまい、うまいっていうかちょっと見落としてたちょっと見落としてた。これまずいな。歩つくか。歩ついといて、これ何で取るんだろう。銀で取る。一回押しとこうか。桂馬がいなくなりました私の。ちょっと角が邪魔すぎ、角邪魔すぎ。2分。取るとなんかある？切ってくる？いやでもまだまだやれる、まだやれるぞ。うん、そんなに悪い気はしないけど交換はしたくないな。交換したくねえな。するしかないなちょっと飛車が働きそうな場所に行っとく。え？この調子でどんどんいかんね。まだじゃない？はい、ありがとうございました。あなたが2段の方対戦チャンネル登録よろしくお願いします。さあ向かい飛車よろしくお願いします。何で行こうかな。左側で行きますか。お願いします。なんか怪しいぞ雰囲気が。雰囲気怪しい、雰囲気が怪しいぞこれあでもちゃんと振り飛車してくれますね。台風持久戦を見せておく。掘れるかな。掘れた、掘れたけど桂馬飛んで食うのが怖いな。居飛車穴熊食うのか。これ一回受けるで桂馬の、そうですね、そこですよね。これ角引いて、金上がっといて、飛車が転換してこない。まだ猶予あるけどな。まあとりあえずパンツを脱ぐ。よし勝ちました。さあこっからなんですけど、角道をとりあえずは、こっからどうするかな。相手銀が守りに使われたので、
どっから行くかって言われたら厚く攻めたら勝てる気がするんですよね。でもまあこの辺で、掘るんですね。へえ、掘るのか。掘るはいいのか。これ5五歩受からないんじゃない。これどうするの、これどうされるんだろう。まあ受からないことはないか。とりあえず拠点取って、で角を26に上がって銀を進出していくような感じでどうすかね。それで困ってるんじゃないかな、割と。相手の囲いはめちゃくちゃ硬いんですけど、でも真ん中が受からないからきついんじゃないかっていうこっちの主張です。一回受ける。これ4四銀が受からないんじゃない。しびれてそうな気がするんですが、どうですか。角切りぐらいかな。角切りも微妙っすよね。これ出て、歩なり、歩なると、歩なると2分、歩なると歩なりでいけるんじゃないか。歩なりでいくよ。銀からいきます。なんとなく銀からいった方がいい気がした。避ける、突っ込んで、突っ込んでくる。これは一回金で取ろうか。ありがとうございました。この調子でどんどんいかんね。そうですね、さすがに難しいってことですね。はい、ありがとうございました。